使いやすいというふうに、あ、てかそう、こういうふうにね、40m4 発キルで強いに決まってて、いやいや、あーしゃ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 っていうな、今回はね、説明を見せるんだけど、ナイスカットする、ここはカットすることができる。あー、何やってんの何やってんのかな君は。何、今足当たっただろ、おかしいだろ、今の。だから、来た、バー負けんだよ。言わせていただきます。これでめちゃめちゃウルトラマン、サンドルメシャリ、ポテト、サラダ。皆さん、こんにちは、こんばんは、今尾です。今回はね、無反動プラス高火力の武器を紹介していきます。何が思いつきますかね？はい、こちら AK47。今回はこちらのガンスミス。というかね、無反動になるガンスミスを紹介していきたいと思います。はい、こちらガンスミスなんですけど、すべて横反動とか縦反動を抑えるカスタムにしました。こうすると無反動プラス高火力になって強いということだったので、こちらの射程距離とダメージがどんな感じなのかっていうのを皆さんに見ていただいた後、ランクマッチ行こうかなというふうに思っております。すべてヒットリンチ横反動とかね、縦反動とかに全て振っているカスタム、ふざけて作ったつもりだったんだけど強かったんですよ。ですからこちらのカスタム紹介していこうと思います。ためになりましたら高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。5mの地点から測っていくんですけど、胴は33、お腹も33、肩も33、手も33、足も33、頭は39ということで、胴4発入れてあげれば4発スキル可能。そして、頭1発でも入れてあげれば、胴、どこでもね、胴の部位を当てても3発スキル可能ってことになってくる。30メートルの場合、さすがに距離減衰始まってるのかなって見てみると、30メートルでも頭が39という数字が出てるので、この距離でも3発スキル可能ってことになってくる。では何メートルまで3発キル可能なのか、37メートルはどうなのかって見てみると、37メートルの場合3発キル不可能になってきてしまう。36メートルはどうなのかって見てみると、約36メートルまでは3発キル可能。37メートルだと頭一発入れたとしても3発でキルすることができなくなってしまう。ただ40メートルでもあの高火力4発でキルすることができるってなってくると、強いってなってくるのは当たり前ですね。そして皆さんに見てもらいたいものはこの反動制御ですね。まずね、リコイル制御なしでやっていくんですけど、これリコイル制御してないですよ。リコイル制御してなくてこれだけ抑えられてる。じゃあリコイル制御してあげればどうなのかって見てみると、そうなんですよね。これね、もうほとんど無反動で抜くことができる。そうなってくると何がいいかっていうと、シップメントとかで頭一個出しで戦ってる敵を瞬時に抜くことができるんです。そして低レートなので、弾数がね30発だって言ったとしてもすぐに弾がなくなることがない。しかし複数で来られた際、3人とか4人とか来た際にやはりね、対処することは可能なんだけど難しいって風になってくる。ですのでやはり複数来た際はちょっと難しい点というのがあるのかなって使ってて思ってました。ですのでこのカスタムを使う際は、ドミネを行くよりもチーデスとかサーチとか1対1を持ち込める状態を作れるというようなモードの方がおすすめする。強いという風になってくるので、ぜひね、使う際はドミネとかではなくてサーチとかチーデスとか言ってください。走るスピードが遅いので、今旗に乗れたなっていう局面がね、多かったので、ドミネはおすすめしませんね、このカスタム。覗くスピードは遅いです。まあそんなこと言ってられない。早速ね、ラグマッチ行ってきたいと思います。それじゃあ移動して、行きましょう。はい、よろしくお願いします。またまたハイライズなんですけど、なんかみんなさ、その同じマップ来るとさ、そのマップしか来ないとかあるよね。なんか今日はサミット多いなとかさ、今日はハイライズしか来ねえなって時あるよね。あれなんだろう、あの現象。よーし、ここは抜くよ。さあ、そう、こういう風にね、キャラコンされた際に対応することが難しい。いきなりなんだ、いきなりなんか始まってるぞ。無反動っていうことは、頭一個出しを抜けるっていうことは強みなんですけど、そうなってきてしまうと、多彩なね、キャラコンをされた際に抜くことがね、ちょっと難しいってなってから縁がある。よしよし、ナイスです。こういう風に後打ちでも勝てる。ただ、M 速度が遅いので、近距離を詰めるというような立ち回り方ではなくて、遠距離、中距離とかね、遠距離を狙うような形にしてください。待つ、こう、入れずたら待つのが絶対強いから、こういう風にね、こう、なんだ、頭一個出せるポジションね、待ってた方が強いです。てか、なんでさ、AK47 が流行ないのか俺にはよくわかんないんだけど、みんなどう思う？頭一発でも入れてあげればさ、3発キルなんだよ。やっぱさ、みんながさ、強い武器強い武器って言ってさ、適当な、それで AK11 だなとか使ってるからでしょ。わかってるよ。なんだ、大丈夫かこいつら。センターいるよ。みんな、どこいる？俺が抜け、よし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 、ナイスです。なんだ、誰だ、誰だ、あ、待て、これ、削ったら、弾数が足りない。3発で30発だから弾数足りないよ。やべ、めちゃめちゃ早口になってる。どこいる？敵、どこいる？なんて、あらい！いや、よしよしよし、ナイスです。リス変わったね。リスが変わったので、あっち側に行きましょう。で、このカスタムの弱い点というかね、やはり難しいなっていう風になってくる場面っていうのは、まあ先ほども言いましたように、やはり弾数がちょっと少ないっていう風になってくるので、ドミネとかだと使えないよっていう風になってくる。ただ、チーデスとかサーチとかだと使いやすいというふうに、あ、てかそう、こういう風にね、これなんだよ。この高火力、しかも4発キルだよ。40メートル4発キルで強いに決まってて、
いよいよ、あーしょ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 、ここここやばいやばい、ここやばい、こいつらなんか妹ってばっかりんだけど、なんかつまんなくね。上にいぞ、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 上よしよしよし、ナイスナイスナイス。見てもらったらわかるんだけど、当たり前なんだけど、キル速ね、バカ早いんで。そうなんで、ほら、見て、そうなんで、ほら、見て、そうなんで、ほら、見て。なんでだよ、お前、ふざけんじゃねえよ。俺のセントリーが何やってんだよ、これ、バカ。てかさ、最近さ、なんかランクマチア悪くね。俺行くとさ、すぐに下されるんだけど、いや、すぐに下射されない。これ、よし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 、カットする、ここカバーしてくれ、カバーしてくれ、うおいやごめん、ちょっと無双してる、なんか刀で無双しちゃってるよ、みんなごめん、やばい、でてくれ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 、うわーうわー、やばい、これなんで大丈夫か、いいぞ、 SR しか、おかしいだろお前、おかしいんだよな、 SR がおかしいだろ、あんだけさ、まあ、確かに AR はな、その近距離は攻めたら弱いってのはわかるよ、たださ今の環境 AR は近距離強いってなって、よしよし、ナイスナイス、セントリーがいいよ、ここ抜ける、ここ抜くよ、よしナイス、ここは抜いていく、さあこれキャリーしちゃってるよ、みんなこれみんなのことキャリーし、何やってんだお前、なよ、ここはカットすることができる、近距離はね難しいって言ったとしても、相手が SMG じゃない限りほとんど打ち勝てるっていうような状況が作り出せてるので、近距離が勝てないっていうのはみんな俺嘘つきました、嘘ではないけどな、嘘ではないんだけど、だ勝ちづらかったんだよ、そう、じゃあここ抜くことができますね、本当にね無反動ってなってくると強いんだよマジでね、だからドミニア弱い、ドミニア弱いんだけど、チーですからさ、サッシュがめちゃめちゃ強い、だランクマはとにかく何の話してんだよ、ランクマはねとにかくみんなその治安が悪い、治安が悪いから、なんかシップメントとかでいろんな武器、あこの武器使いやすいなとかって言ってな、おかしいだろお前は、レートがね低いってなってくるとスナイパーにすぐに対応されちゃうんだよね、そこもねちょっと弱いかなっていう点になって、待って待って待って、俺がラスキル取らせろ、俺にラスキル取らせろ、足音バタバタ立てるからな、足音バタバタ当てて、いやおかしいって、おかしいよ、やっぱり AK47 こんなカスタムになってきてしまうと機動力が低いってなってくるので近距離を対応するのはまた難しくなってくる、さあここは抜くよ、そうこの距離だったらしっかりと勝つことができるので、ぜひ戦う際は、まあ、サミットとかだったら狭いマップ難しいですよっていうような今回はね説明を見せるんだけど、ナイスカットする、ここはカットすることができる、強いね、今のは近距離伏せられたので勝ちました、一回引こう一回引こう、あー何やってんの、何やってんのかな君は、何今足当たっただろ、おかしいだろ今の、指出してもらう、くんなくんなくんな、バー負けんな、無心で、いやこのカスも弱くねとか、マジでこのカスも超弱いとか、おかしいだろまた、お前いやおいおかしい、何やってんだお前何やってんだよ、ネタでやってんじゃねえんだよ俺、こっちはさ何やってんだろ、またおかしいってお前は、はい、ということでね、最後の方はそのネタみたいになっちゃったんですけど、やっぱりサミットとか狭いマップに行ってしまうとうち勝てないっていうことが多くなってくるので、先ほど説明した通りやはりハイライズであれば中距離遠距離を狙う、サミットの場合は距離を取って、まあ、距離を取ってっていうのはまた難しいんだけどね、サミットの場合。ですから、マップによって使い分けっていうのは必要ですね。このマップ、SMG が強いから、一旦引いて様子を見ようとかっていうのは大切になってくるので、ぜひそこを見極めてね、使ってみていただくと強いっていう風になってきます。AK47 いつかは流行ってくると俺は思ってる。だって効果力3発切るってめちゃめちゃ強くない、ということで、今回はこの動画を終わりにしたいと思います。